はい、今回も吉谷さんからのメッセージに返信させていただきます。まあ、思うのは本気で後悔して本気で、反省するとね、何でも夢は叶うんじゃないかなと、誰かの言葉みたいですけども、これは本当なんですよ。自分がやってきたことでうまくいかないことだらけだと思うんですよね。でも大抵はそのうまくいかないことをそのまま放置してるんですよ。でまた同じような失敗、もしくは似たような失敗をする、ひどい時には別のジャンルで同じ失敗をするんですよね。例えばですね、情報商材で騙されました。じゃあネットワークビジネスやってみましょう。ネットワークビジネスで騙されました。ネットワークビジネスやめて、じゃあ暗号通貨行きましょう。暗号通貨で騙されました。はい、同じことの繰り返しですよね。で結局ね、同じように何をやっても失敗するんですよね。で、有名な言葉があるんですよ。失敗する人の原因は無数にあると。いろんな理由で失敗する。でも成功する人はたった1個のルートで成功しているんだよってことなんですよね。まあ、ですんで、あれこれやってうまくいかない人ってのは選んだものがあるんじゃなくて、もうすでにね、その人の捉え方が全然ちんぷんかんぷんなんですよね。でもうまくいく人って結構何をやっても同じルートで同じところにたどり着くんですよ。成功にたどり着くんですよ。その一つの大きな要素が量をやってるってことだと思うんですよ。振り返ればね、私もいつも言いますけども、吉谷さんもお分かりだと思うんで、もうね、耳にタコだと思うんですけども、サイトアフィリエイトでなんでうまくいったのって言ったら、サイトの量が1万個を超えるぐらいやってるからなんですよ。 YouTube でなんでアクセスが集まるのって、1万 YouTube 動画上がってるからなんですよね。量やってるんですよね。なんでメルマガアフィリエイトうまくいったのって言ったら、メルマガの会員さんが2万人いたわけですからでね、Facebook なんで人が集まってくるの、そこで物が売れるの、なぜなら Facebook 友達5000人をもうね、何年も続けていて、しかもそこで毎日10件以上の発信をしてるからですよね。目立って目立って目立つわけなんですよ。で他の人は YouTube ライブやったかなと思ったらもうやめてるんですよ。誰一人継続してる人はいないと言ってもいいぐらいやってないですね。で記事の更新も私以上にやってる人はいないでしょうね、きっとね。特に私のアカウントから見える範囲ではいないと思います。ひどい時にはですね、アカウントを取ってるだけで、まあ見てるだけとか、見てもいないとかね。でそれをやってどうやってね、集客して販売するんだって話じゃないですか。やっぱ一番目立つ人、 Facebook の中で有名人、 YouTube の中で有名人、ブログの中で有名人、あらゆるメディアの中で有名人じゃないと、もうね、何も信頼してくれないですよね。たまに出てくる人っていうのは、そのたまに出てくる発信がどうも薄っぺらい。なぜかっていうと、肝心な時とか売る時だけしか出てこないからなんですよ。でもその人の普段の姿が見えてるから、受け取る力が受信者側にすごくね、できてくるんですよね。もうまさにね、これなんですよ。インターネットのこの、パワーっていうのはどこにあるかっていうと、 A さんと B さんが会いました。で翌日 A さんと B さんがまた会いました。でもインターネットのおかげで、この日からこの日までの間のことがブログやツイッターで埋まるってことなんですよね。だからいつも身近にいる、いつもこの人の気持ちがやり取りできる。だから次に会った時でも途中からスタートできるんですよね。もうずっと続いてるわけですから。でも久しぶりに会った人がネットの関係がなかったら、久しぶりどうしてたみたいな感じで過去を掘り起こしてからじゃないと話が始まらないんですよね。まあ、ですんで時間がかかっちゃうんですよ。で信頼関係の構築っていうのがいつも壊されて、また一からになっちゃうしまうんで、なかなかうまくいかないということになります。でセールスのタイミングが早かったりするんですよね。で私の場合はですね、私の場合は初めて会った人に物が売れます。いや、会ったことがない人にも物が売れます。しかもセールスもしてないのに。なぜかっていうと、ずーっと露出してるからなんですよ。ずーっと出てるからなんですよ。そうすると私の方は1日のうちに1時間とか2時間しか割いてないつもりでも、見てる方はスマホを開ければ久保哲郎なんですよ。Facebook 開ければ久保哲郎なんですよ。ワンスクロール、ツースクロール久保哲郎なわけですよ。となると、自分が目を開いた時にいつも現れる一番の有名人は、羽賀健二でもなくて、古いですね。羽賀健二でもなくて、木村拓哉でもなくて、すみません、古い人しか知らないんですけどね。もう、AKB でもなくて久保哲郎なわけですよ。まあ、そういうふうにしていくことがすごく大事なんで、本当に露出の量を増やす。そして YouTube なら YouTube で、ズバッと一本ね。やっぱり1万という量を目指してやってみると、そうすると、ね、1万円いかなくても効果が出てくるポイントは案外早いと思うんですよね。まあ、そういった形で今回ね、量の大切さっていうのをまたお伝えしましたけどもね。で最後の動画のまとめに、ね、なりますけども、ある人が戦争で勝つ秘訣はどうすればいいのかって聞かれたんですよ。で軍師、有名なね、その兵隊を指揮する将軍はなんて答えたかっていうと、少なくとも相手の軍よりも数の多い兵隊を集めてほしいと。少なくとも6倍はいると。6倍の兵隊を集めた上で指揮官の命令が正確に伝わって正確に実行されれば戦争には勝つでしょうって言うんですよ。そうするとね、その質問した人が、そんなの当たり前じゃないか、君は戦争っていうのが量による以外のもので勝てると思わないのかと、質によって勝てると思わないのかって聞くんですよ。そうしたら、
そのね、将軍は答えるんですよ。少数が多数に勝つのは異常なことなんですよと。普段の仕事でもそうだけども、ちょっとしかやってない人がたくさんやってる人に勝つわけはないでしょ。全部一緒ですよって言うんですよね。私もね、本当にその通りだなと思います。100個やってる人と1万個やってる人、どっちに人が集まるかってこと、どっちが成功に近いかってことを考えれば、火を見るより明らかなんではないかなと思います。まあここまで言ってもね、なるべく量をやらずに成功しようと思ってる人は、それはカモへの道に行くんですよと。ネットワークビジネスに行こうと、情報商材に行こうと、暗号通貨に行こうと、うまくいかないということになりますね。では失礼します。